はね、レインボーウォッチがリメイクされることになってヒロインの山田心春役に川岸さんをって指名が来たんだよ。本当ですか？嘘を言っても仕方ないでしょう。でも私まだ全然ペーペーでそんな大役任せてもらえるような役者じゃないので。そんなにヒゲしないでいいよ。前に女子高生役で出てもらったひまわり学園ってあったでしょ。ああ、はい。レインボーウォッチのリメイクの監督がひまわり学園の木澤監督なんだよ。で、前の収録の時の川岸さんの演技が良かったからって直々の指名が来たってわけ。そんな嘘みたい。今まで頑張ってきたことが実を結んだってことだね。ひなた、いるんでしょ。結構とりあえず話したいからここ開けて。開けないと開けるまでここで騒ぐよ。何？大丈夫？大丈夫じゃない。ちょっと待って。もうほっといてよ。とにかくお邪魔するよ。なんで？これお酒？そう、飲もう。そういう気分じゃない。あ、関係ないよ。私が日向と飲みたいんだから。私は。いいじゃん、お邪魔します。ちょっと。いいじゃんいいじゃんって結構散らかってるね。だって片付けとかする気分じゃなかったから。そうだよね、そんな時もある。はじめまして、三枝俊彦です。ともみの父です。母の幸です。俊彦くん、よろしくね。はい、よろしくお願いします。どこの馬の骨ともわからんやつに娘はやれん。え、はい。お父さん何言ってるの。え、今日はただ私が俊彦くんを紹介したくて連れてきただけなのよ。もう恥ずかしいじゃないあなた。あのお父さん。君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。あなた、さっきあなた名前を名乗ってないんだからお父さん以外に呼びようがないでしょ。名字で呼べばいいだろう。お父さん、大沢って言われたらこの場に3人いるんだから誰のことかわからないでしょ。あなたはめんどくさいから一回落ち着いて。